毎度です。マーヤです。では行きましょう。今日も。はい。次のイベントが、士官訓練学校があと1日ですね。これちょっと進めちゃおうかな。はい。お、聞きたー。このね、士官学校でね、いろいろちょっと生死の編成を、6人体制に変えたりだとか、いろんなことができますね。ちょっと見ていこう。ここのね、ベースキャンプ、士官訓練学校ですね。ここでね、部隊サイズ、部隊のサイズが兵士5人になる。で、部隊サイズ2で6人になる。最大6人ですね。あ、金がねえよ。ってことで、選挙報告行って、でね、グレーマーケットでね、ちょっと、この辺売っちゃおうか。はい。でね、兵士を確認しよう。これね、スナイパーが、新しいスナイパーをいただいたんだね、これ。よし。これをじゃあね、遠距離スナイパーでいこうかなと思いますね。こっちがスナップショットと、部隊監視。これ、部隊監視付きでいきましょう。で、ここも地の利で。はい。でね、軍曹なんで、ちょっとカスタマイズしようかな、この辺は。ね、はい。人種をね、これ男にしようか。あ、いいっすね。これでいこうか。かっこええな。ひげは？ひげつけようか。よし、こんな感じでいこうか。うん、これでいこうかな。こんな感じでどうでしょうか。名前どうしようかな。ゴリでええやろ、もう。はい。ゴリ。ゴリおころ。ゴリおころ。ニックネームはゴリさん。ゴリさんでいい。オッケー。ちょっと愛着が湧いていいかな。はい。ゴリさんね。オッケーです。でね、他のメンバーもちょっとカスタマイズしちゃおうかな。アサルトのね、このアナスタシアがね、この子がかなり優秀やけど、照準が73か、まあまあやね。はい。カスタマイズしていこう。アナスタシア。ラストネームはゴルベバ。このままでいこう。ロシア語か、かっこいいね。うん、このままでいこうか。でね、ちょっと顔を変えようかな。ロシアン美人で、こんな感じでいいか。で、肌を白く。あ、いいね。かっこいいね。こんな感じかな。はい、こんな感じで。アナスタシア、ゴルベバ。イメージカラーを黒でね。こんな感じで。で、女サポート。ジェーン・カーペンター。この人もなかなか優秀やね。で、メディックサポートなんで、ちょっと白っぽい看護師のようなイメージでいこう。はい、こんな感じで、サポート決まりましたね。はい。で、メダル、兵士のメダルの管理、授与を行う。はい、今、ほんならメダルこんだけ持ってんのか。これね、私、司令官の方から、兵士に対してですね、メダルを授与することができますね。で、このメダルにもですね、パワーを割り当てるやね。遮蔽物に隠れているとき、防御力プラス5。遮蔽物に完全に隠れている敵に対して照準プラス5。うん、まあ、防御力高めるか攻撃力高めるかどっちかっすね。これじゃあ、これを割り当てよう。はい。こんな感じで、メダル自体にパワーを割り振ることができますね。
で、この割り振られたパワーを、兵士にね、授与することができますね。OK。こんな感じですね。はい。じゃあ、まあ、とりあえずミッションコントロールで。そう、評議会から通信です。評議会ミッション来ちゃったか。前触れ、うわ、嫌やな、これ。これめっちゃ難しいよね、これ。ヘビーがいてないのがきついな。スナイパーにアサルト2の、サポート1ですね。これでいけるかな。舞台サイズもう一人欲しかったな。もうでもいかないしゃあないからね、これ。よし。重要なのは評議会から提供された同エリアでのエイリアン活動の情報だ。現場の安全性を確保し、何が起きたか調査する必要がある。OK。はい、行きましょうか。もう嫌なんだな、ここが。本当にね。はい、とりあえずですね、では、部隊監視持ちのね、スナイパーが新しく入りましたので、どこに配置しようかな。この辺の上に行けたらいいんやけどね。でね、部隊監視はもうあれですね、この辺におったとしても、例えばこの辺におったとしてもね、仲間がこの辺にいて、仲間の視界イコール、部隊監視の視界になりますので、仲間が見えてる敵は部隊監視で撃ち抜くことができます。はい、なのでね、後ろでイモリながら狙撃するのが、プレイスタイルになりますね。はい、ではとりあえず行こうか。とりあえずじゃあね、ゴリさんをどこに動かそうかな。ちょっと慎重に細かく動いていこう。まあ、ここはね、前回も出てきましたシンマンですね。シンマンが大量に出てくるミッションなんで、もうかなりむずいですね、ここは。はい、地獄っす、マジで。来たー、あー、いきなり来たー。もうこいつね、もう射撃の精度がもう鬼なんで、こいつはいっぱいやで。こいつはもう出会い頭にいかに潰すか、そこがもう問題、ポイントっすね。どうしよう。とりあえずここはノラで、ノラをここに持ってきていけるかな。無理かな。ノラを、わ、無理やな。ここいける？全然あかんな。ゴリさんをここに置こうか。あ、入った。入ったけどね、移動後の射撃ができませんので、ここはもうピストルで撃っとこうか。とりあえずピストル届かない、無理か。もうこれね、見ていただければ分かるんですけども、左上のエイリアンの顔のアイコンが出てますけれどもね、その顔の右上に黄色いスコープみたいな印がついてると思うんですけれどもね、この印ついてるってことは、部隊監視のアビリティを使った、仲間の視界が見えてる状態ですね。なので、スナイパーライフルでしか撃ち抜くことができないですね。どうしようかな、これ。ここフルカバーか。ここ行ってみようか、ちょっと。監視しよう。ここでね、監視しようか。ピストル監視しようか。ここをね、ちょっともうピストルで撃っちゃおうかな。26、どうしようもねえな。これはショットガンで監視。
やめてよ。助かった助かった、まあ、とりあえずここはねフルカバーなんで、でこっからねゴリさんの舞台監視で撃ち抜こうか。これでいけるっしょ。よっしゃ 61% か。頼むぞ頼むぞゴリさん。おっしゃ来た、ナイス。ちょっと慎重に行こう。こっからマジでカバーがねえぞ。ちょっとずつ進めていかなしゃあない。でもうわ来た。これはまずいな。37っしょ。42。57か。ラン&ガンで、ここはここシャッター開けれるかな。シャッター開けれるんであればラン&ガンする価値はあるぞ。行ってみよう。ここ開けれるよね。シャッター開けられへんかったら最悪やで。これ押し開けれた。オッケー、よし、ここでも完璧やな。これでいけるっしょ。91%。これ91%外したらもう最悪やけどな。オッケー。うわー、3ポイントマジで。うそー。ノラが仕事できるとこないか。こっからいけるかな。こっから撃てたら。うわー、入らん、無理か。最悪や。37 57。これきついな。この上のやつどうするかやな。こいつ、あーでもこいつ側面取ってるね。あかん、これはあかん。大ピンチ。あかん、これハーフカバーやったら絶対当てられるからな。無理やな。こっち行こうか。かけようか。頼む。あー間違えた、こっち打ってもらった。当たったけど3ポイントでどうしようもないな。これオピストルで打つしかねえな。もう46と26 46。いけるかな。ラン&ワンでここまで行って、こっから車線通ったらいいんやけどね。ちょっと行ってみようか。ラン&ガン、どっちが殺さない。これまずいよ絶対。こっから車線通れ。 OK 来た。で 59% 頼む。よっしゃー、あと1匹どうしよう。あー無理か。もうここでじゃあもう監視せなしゃあないな。やばい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 、こいつほんまやばい。ああ、側面と、おっしゃ入った。頼む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 。うわー外れた。ちょおーやばい。ああ、これあかん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 、これあかん。そう、確かよ。どうしよう。とりあえずここまで出て。入った。 63% か。頼む。うっそ、外れた。ゴリさんの舞台監視で 81% 頼むで。
オッケー。どう考えても4人じゃ厳しいぞ、これ。よし、ちょっとね、もう切り取り直していくしかねえな、もう。とりあえずじゃあゴリさんの舞台監視をどこまで持っていこうかな。どこで監視させようか。この辺置いとくかな。これ上登られへんのかな。ここから登れるか。よし、ゴリさんここまで持ってきて。来た。一匹だけか。まだマシやな、一匹だけやったら。おいおいおい、見えへんな。ちょっと待てよ。どうしよう。ゴリさんをここの上に乗したいけどな。ちょっとやばいな。ちょっと監視しまくるかな。どうしよう。動きたくねえな、もう。とりあえずフルカバーにみんな入れようか。ノラはもうな、ちょっとフルカバーに入れよう、いった。危険や。じゃあもうとりあえずここまで一旦行って監視や。どう出るかわからんしな。来た。お、当たったけど3ポイントじゃどうしようもねえよな、これ。やめてやめて。ゴルベバさんって誰？ゴルベバさんって、ノラ？あ、ノラちゃう、ノラこれやな。ゴルベバさん誰？そう、もう最悪や、もう不可能やぞこれ。もうはずれるし。ゴルベバさん誰？アサルトのゴルベバさん。当たらんやもんな。あれ？マジで？じゃあ監視しようか。ここまで行ってピストルでやるのしゃあないよ、これも。61パー頼むわ。よし、もうこれ治療キットないからね、もうダメですわ。いやー、どうしようかな。